番組では藤吉晴美ちゃんのようにリスナーからオタクで失敗したこと、むしろオタクで幸せなことなどを募集紹介します。では早速、絶望ネームビールが大好き女性さんからいただきました。これ同じようなメールがたくさん届いております。漢字検定の時に攻めの反対語を何の迷いもなく受けと書いてしまい、満点合格を逃してしまいました。バカねこんなこんなところで満点じゃなくなるなんて。はい、攻めの反対は何ですか。すごい、受け。違います。守りね。防ぐね。でもこれはまあ一応あれなんですよね、その人が不助士なのかどうなのかっていうのを測る上で重要な質問らしいですよ。攻めの反対はっつって、受けって守るってことはノーマルってことですもんね。何を言ってるんだお前は。いや、なんか分かんない、分かってるの。むしろこれがなんで間違ってんのみたいな顔するんだよ。だって私も多分こう書いちゃう。ダメですよ、間違いですからね。ここ某スタジオに、はいはい、電話が置いてあってさ、そこにさ、受け専用って書いてある電話があるのね。受け専用電話っていうのがあって、うわー、見たいそれ。うほってなる人はちょっとまずいってことですよ。私絶対そうなって、しかも写メって日記に載っけちゃうと思う、このスタジオにある。そんなことしたら、このスタジオに。嘘、昨日行ったし、うん、今度椅子のところに置いてある、あのベンチっていうか椅子のところに置いてある奥の方のスタジオ、狭い方のスタジオの前の横に置いてあるところに、あ、超見るじゃん。受け専用って書いてある。あー、笑える、それ絶対笑える。こいつってなっちゃったら違うからねっつって、みんなに。それは受けの人しか出れないのかな。だから違うからねっつって、受けの人しか出ないのかな。続いていきます。